愛として生まれた人類が愛として生きれない世界、すべてが一つとなる世界、生まれたすべての子供たちは今、悲しみの分かたれを日々経験している。君と会える約束の場所。僕は生まれてからずっと戦いや比較、競争、分離を当然として若たれの中で暮らしてきた。しかしそれがおかしいと思ったことは一度もなかった。10,000年前の美しき半霊半物質の世界に旅したことで、それがどれほど悲しいものなのか僕は知ってしまった。本当はね、全てのものは一体につながっているんだ。人間はそれを知らない。父さん、それどういうこと？世界は全く知らなかった。10,000年も続く若たれの世界になりきってしまっていた。量子力学者の父を持つ少年はまだ若たれの前、全てが一つであった10,000年前の世界へと旅立ったのだ。そこで見たものは人類のまだ知らない真の私たちのありようであった。それこそ愛であったのだ。10,000年を遡ったタケル、その地へとやってきた。人類の美しき未来はつくづく分離の苦しみ、若たれの辛さ、自我の悲しみに深く深く気づいて、それが自らにあることを許すとき、その見ている本当の自らこそが愛であり真の解放だということに気づくことにあると。すべての子供たちへのメッセージです。遠くから誰かの声が心の中で深く聞こえてくる。タケル、この美しい世界を見せてあげる。行くわよ。はい。いつもどんな時が来全人類の生きる目的は愛へ帰ることであるでしょう。あなたが
どんなに世界が闇であっても、愛おしさを決して捨てず、どんな苦しみの中でも愛を貫いていくのはそのためですか。生まれて初めて愛おしさは僕を貫き、愛は僕を崩した。明日僕は1万年先の世界へ帰る。どんなに世界が闇であっても、僕は愛おしさを決して捨てない。どんな苦しみの中でも、僕は愛を貫いていくと決めることができました。思うけど、やっぱり行ってみよう。レディ、行くぞ。嘘だろ、リリー。丘がなぜか光ってないか。嘘だ。そんなわけない。その丘に着くと、大きな栗の木があって、その木の下、輝くティナが本当に立っていた。本当にそこにいた。タケル、遅いよ。1万年待ったよ。この物語が全ての言葉を超え、愛の世界をきっと取り戻していくことでしょう。君と会える約束の場所。